おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川さゆねです。1月31日木曜日の天気をお伝えします。まずは流れを確認していきましょう。前線や低気圧の影響を受けて北日本日本海側では雪が強まる可能性があります。積雪が増したり、また沿岸部では吹雪いたりする恐れがありますので、視界不良にはお気をつけください。そしてまた違った前線や低気圧の影響を受けて西日本では雨の降りやすいお天気となりそうです。山沿いでは雪となるところもありそうです。最後は関東について。だんだんと天気は下り坂となります。雨でスタートしますが、夜になると雪へと変わるところもありそうです。路面状況の悪化などお気をつけください。それではアイコンで確認していきましょう。全国の天気です。今日は広いエリアで傘の出番となりそうです。西日本や東日本では雨や雪の降りやすい空、山沿いや内陸では雪が積雪するというところもありそうです。また関東ではだんだんと天気は下り坂となり、夜には雨から雪へと変わります。千葉県や茨城県では積雪するところもありそうです。また各地で寒い体感です。手袋やマフラーなどをお持ちください。北日本日本海側を中心として雪の降り方が強まる恐れがあります。積雪の増加、吹雪による視界不良に注意が必要です。以上、全国のお天気アイコンで確認していきました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。